赤丸チャンネルね、もう回ってますから。回ってますね。ということで、袴田さんが負けてね、今のペヤング今作ってるんで、はい、ま、あのお弁当食べておいてください。え、待って、お弁当とペヤング両方食べたら私どんだけデブっちゃうんだっていう。この唐揚げ美味しいんですよね、うん、ごく激辛ソースです、入ってます。いただきます。マリオカートリベンジいつでもお待ちしてますよ。え、普通にやりたいです、普通に。え、それはもうあの勝手に入れてください。罰ゲームとかなかったら普通にめっちゃ楽しいんで。だから帰って修行してきてください、家で。じゃあ次やりましょう、スマブラ、うん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 、あるよ家に。64だったら私上手なんだけどな。64今時やってる人いる、うん、なんで遅いの。わかんないですよ。でも1位とかに行った時もあるじゃん。一瞬1位行ったのに、その回あれですよ、みんなが一気に最後抜いて私5位ですよ。5位なのにみんなが2、3、4とかにいるっていう。カーブが難しいですね、うん、多分マリオカートが上手い人から見てたら多分俺ら全員ヘボいと思う。イライラするよね。近道あるのにみたいなね。おい、でももうダイエット3キロやったから。すごいですね。気持ちダイエットっていう。気持ちダイエットって何ですか。痩せるぞって強く思えば、うん、痩せるんで。でも思うと行動が変わるってことですか。うん、うーん、だから別に何も気をつけてることないよ、だってこんなん食べてんだから。うん、多分。え、じゃあ何が良くてこう痩せたんですか。いやいや、気持ち絶対行動何か変わってるじゃないですか。いやいや、だから分かんないけど痩せるぞっていう。余計なもの食べなくなるからね。間食とか。間食でもそんなしないんだよね、普段から。うーん、袴田さん食べていいよ。水用意したらいいですか。飲むヨーグルト。なんかお茶だと辛くなるらしいじゃんね。うん、なんかあ、でもすごいスパイシーな香りする。所詮カレーっすよ。でも極激辛の極が地獄の極ですよ。じゃあ別にそんな辛くないじゃん、極みじゃないか。まあ辛いの得意なんでね。うん、食べてください。まあまあいけますよ。うん、湯気出てる。あ、でもなんかこの間のあの地獄のやつよりはなんか匂いでくるんですよね。なんだろう、完食だからね。佐藤さん、この間自分で完食って言って完食しなかった人が何を言うんですか。でも大丈夫だよ、それは辛くないから。カレー味です。うん、いや、まだ食べてないから早く、もうするって言ってよ、まずする。やばい、まずは負けなんだから。違う、ここにつけたじゃん。つけたとこがもう痛い。大丈夫大丈夫大丈夫じゃん。まだ食べてないじゃん。一気に入れてください、一気に。え、この振りだよね。振り振り。食べたくないから食べてないのに辛いみたいな振りでしょ。やばい、ちょっとこの量は今無理だ。ちょっとちょっと、吸わないで、早く吸わないよ。そんなよ。どうした。前回のよりは大したことないやつだ。やばい、ん、痛い、口が。うまいうまいうまい、ね、うまい。まあ佐藤さんとは違うんで。おお、お、お、一気に完食か。完食見ないですね、うん、やばい。でも佐藤さんとは違うんで、さ、一口しかいかなかった佐藤さんとは違うんで。俺二口言ったよ、最後もう一口。二口ね。うん。今日これからのお仕事大丈夫ですか。涙出てきた。涙出てきた。なんでバカマさん出てきてない。俺は残念ながらもう飼ってるから食べないよ。食べる食べる食べない、ね、うん、ダメだ。2口しかいかなかった佐藤さんに勝つから3口いくよ、うん、でも焼きそば美味しそうだね。美味しそうに食べますね。美味しそうに食べてるよ。前とどっちが辛いですか。前と同じ。じゃあちょっと食べてみましょうか。はい。辛くないって言うんで、まあ、ちょっと多めに言ってくださいよ。
何か一本じゃダメですって。おお、まぁ、あ、カレー味ですから。母さんカレー味ですから。おお、これどういうリアクション？ちょっと何取って戻すのやめてくださいよ。負けてないのに。いや佐藤さん前回みんな食べたんですよ。佐藤さん二口しか食べてないの。いやそれでも知りたかったやろ。俺知りたくないもん、もう知ってるから。いやでもあれを最後まで食べろって強要もできましたよね。じゃあ、そんなんかいいじゃあ食べるんですよね。うん。どういうこと？おお。じゃあこれぐらいでいいですか？いきます。はい。お願いします。おお。いった。嘘でしょ？全然。え、嘘でしょ？ほんとほんと。え、ほんとに？うん。この間ウェーってなったのに？いや全然普通に、まあ、ちょっとスパイシーぐらい。嘘？大げさ。えだって今口ヒリヒリですよ。でも確かにこだわりよりは喋れるな。え、でも、え、ちょっと食べてみよう。ほんとほんとほんと、私が嘘じゃないか。うん、全然。え、嘘？ほんと。もう一口全然いきます？うん。え？おいちゃん、これでもう多分口今腫れてんじゃないかってぐらい。うん、そう。え、すごい。私辛み弱いのかな。全然辛くないです。うん。辛い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 。全然。でも前回の青空はね放送できない。大げさ。え、嘘だ。いや食べたじゃん。全然っすね。え、嘘だ。前回もボーンって入れた瞬間にね、全然。こんな全然やな。全然っすね。俺もし辛かったら困るからご飯残してたけど全然関係なかったわ。え、もうだってもう唇痛いよ。あ、ほら、おそらく今来てるじゃん、ほら。全然全然やね。ガシンジ君、ちょっとみんななんでそんな嘘つくの。全然いただきます。美味しいです。美味しい、はい、まあ、スパイシーだよね。全然いけるよ。俺全部食べれるよ。嘘。そー、うん、俺だってずっと辛いの好きやから。触れるわ。あれね、冷めたら辛い。あー、辛い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 後から来る。でも、前回のは気合もうマジで気合入れたら食べられる。でも辛い痛い。で、佐藤さんよかったら召し上がってください。ほんとほんと、全然。え、すごっ。普通に美味しく食べてる。まあ、カレー味のスパイシー。唇痛い。でも、あったかい時の最初の衝撃すごかったですよ。全然、超大げさ。口の中痛くないの？うん。もう私がただの嘘つきみたいじゃん。まあね、里崎が正しいのか袴田さんが正しいのかね、ぜひね、もし手に入る方がいたらね、食べてみてください。これ本当に普通に全部食べれる。痛い。